5月7日、開港。さーてっと、サミの電脳修理も終わったことだし、これでクリミナルもめでたく完全復活だね。うんうん。はい、私頑張ります。体調はどう？副作用とかない？全然ないですよ、むしろ絶好調。ネルガルさんって最初はちょっと怖かったけど。ああ、ハゲ坊主だからね。誰がだ、誰が。でもさすがリーダーが進めるだけあって腕がすごくいいですね。当然だな。口は悪いけど腕だけは確かだからね。ほんと、あれであの不愛想なのさえなんとかしてくれたらね。言えてるかも。でしょ。どうせそうだろうさ。まあ術後の問題はなさそうだし、この辺で枝は外しておくか。女子供のつまらん世間話に付き合ったら暇ないからな。あ、まさみ、その声はカオリンじゃない。おひさー、元気してた？毎日学校で会ってるでしょ。まあそうだけどさ、いいじゃない、数時間ぶりなわけだし。あらまあ、楽しそうなお友達ね。そういう会話私は嫌いじゃなかったりするわ。あ、紹介しますね。私とユミの中学の時からの同級生、カオリンです。はじめまして、椿カオリと言います。いつもマサミやマユミがお世話になってます。あんたは私のお母さんかい。ほんと敵の悪い子で。私はイシュタル、よろしくね、カオリちゃん。こっちはうちの頼れるサークルリーダーなんだよ。はい、よろしくお願いします。ところでカオリ、まるで春でも来たみたいにはしゃいでるよね。分かっちゃった。あー、ずるい。ねえねえ、どんな人なの？優しい？会ったのはバビロンなんだけど、すっごく紳士で強くて頼りがいがあるの。シャドウも超イケメンだったから、きっとリアルでも素敵だと思うんだ。はいはい。そうだといいんだけどね。っていうかゲーム内の人なのね。あ、いけない、早く帰らないと彼を待たせちゃう。もしかしてこれからバビロンでデートなの？マジ、昨日最終シナリオのアシュールにペアで登録したから、もしかしたら今日あたりイベント本編が発動しちゃうかも。待ちきれない。いいな。そういえばあれって登録以外にも何か特別な条件がいるんでしょ？へー、そうなんだ。うまくイベント入れたら発動条件とか内容とか教えてあげるね。私はそれよりあんたの恋の行方が心配だよ。いろいろ報告楽しみにしてて。じゃあね、愛してるよマッサミ。あんたが愛してるのは私じゃなくて仮想現実だっつーの。なかなか純粋な感じのお友達じゃない。そうですね、一緒にいるととにかく楽しいんですよ。けど純粋すぎるのかも。まあ香りは人を見る目はありますから、そんなに悪い相手ではないと思いますよ。とはいえ今のバビロンはあまりいい環境とは言えないから、あんまり夢中になりすぎて問題が起きなければいいけど。それはそうですね。